ポーランド復興コマンドルスキージュージ勲章ポーランド復興勲章三次会左からスワボミルラドン、ボフダンチビンスキ、マルタオルシェフスカ、リフカチンスキ、イレナゾフィアロマシェフスカ、イエジクロピフニツキ、リシャルドブガイ、クシシュトフカウバカバレルスキージュージ勲章オフィツェルスキージュージ勲章ポーランド復興勲章軍人、民間人、外国人に授与される、ポーランドで好意の勲章の一つ。教育。 科学、スポーツ、文化、芸術、経済、国家防衛、社会活動、公職活動、外国との関係強化の優れた功績に対して、授けられる。1921年2月4日に制定された。ポーランドの勲章の序列においてポーランド、復興勲章は、白鷲勲章、軍港勲章の次に位置し、下位には、軍事十字勲章。 ポーランド共和国功労勲章と続く。ポーランド復興勲章は、聖スタニスワフ勲章は、ポーランドリトアニア共和国の最後の君主スタニスワフ二世、アウグストが王の支持者を称えるために制定した。1765年5月7日に制定され、数は100件に限定された。騎士には、貧しい者の,のため、あるいは、騎士道の様々な決まりを維持するための寄付金を、 求められた。中央ヨーロッパ地域の外交で、ロシア帝国の影響力が強まるにつれ、勲章授与の決まりも変わっていった。ポーランド分割後、ワルシャワ公国が勲章を復活させた。この時は、貴族の称号を相続した時に授与され、ワルシャワの病院への寄付が求められた。11月放棄後、この勲章は、ロシア帝国に完全に引き継がれた。 ポーランドが独立を1918年独立を回復した際、政府はこの勲章を廃止した。というのも、ロシアは英典の規則をひどく乱用し、新生独立ポーランドの目から見て、ポーランドやその文化の破壊に責任があるものにまで授与されていたからである。その代わりに、ポーランド復興勲章が制定され、聖スタニスワフ勲章の本来の価値に見合う業績に、 大使授与されることになった。ポーランド復興勲章は1921年2月4日に制定され、ユゼフ・ピウスツキ元帥が7月13日に初めて受勲した。またこの勲章は外国人に対する主要な勲章ともなり、外務大臣から授与された。第二次世界大戦後1944年、ポーランド復興勲章は、 新しい社会主義政権の英典制度に組み入れられた。形や色はそのままにされたが、ポーランドの白足の王冠はなくされた。また十字の裏側の日付は1944年と改められた。共産主義の管理のもとにあってもこの勲章はその価値を元のまま保ち、共産主義者の官とは到底言い難い人物にも多く授与された。 乱発されることもなく、むしろ乱発されたのは、共産主義的な章の方であった。この期間は、外国人にはポーランド復興勲章より、価値は低いものの、ポーランド共和国功労勲章が好んで授与された。1990年までは、戦前のデザインの勲章が、ポーランド亡命政府によっても授与されていた。1990年12月22日、 ポーランド亡命政府は彼らのポーランド復興勲章の権利を非共産主義となったポーランド政府に返還した。レジオンドヌール勲章に習い勲章には5階級ある。勲章は白いエナメルの施された金のマルタ十字である。中央のメダルの表は赤字に白い和紙が描かれ、円の青字にポローニアレスタトゥータと書いてある。裏側には1918年の年号が書かれている。 勲章のリボンやサッシュは赤で、円の近くに白い線が入っている。王十字勲章はサッシュを右肩からかける。星付きコマンドルスキとコマンドルスキは首からかける。オフィセルスキとカバレルスキは左胸につけ、両者の違いはリボンの丸い飾りの有無である。星は8ポイントのもので、星の発する光線がまっすぐに表現されている。星の真ん中の丸い部分は、 白いエナメルで RP、ポーランド共和国、アッチパスパリタポルスカの略。人民共和国時代は PRL であったと書いてあり、円の青字にポローニアレスタトゥータとやはり書いてある。歴史的にはこの勲章の受勲者は年金を受け取ることができた。受勲者はこの勲章の価値を維持することに責任を持つポーランド復興勲章参事会によって選考される。 ポーランド復興勲章参事会は、大勲章マスターと5年人気で大勲章マスターに、指名された8人の参事からなる。選挙で選ばれて、ポーランド共和国大統領になると、自動的に、ポーランド復興大十字勲章が授与され、勲章参事会の大勲章マスターとなる。受勲者の名前は、モニトルポルスキに掲載される。ありがとうございます。